源氏物語源氏物語の登場人物、源義清源義清とは、源氏物語に登場する架空の人物、光源氏の伏線の家来の一人である。針馬守も経験した受領の息子であるため、針馬近辺の事情に詳しいらしく、早くに赤氏の方の存在を光源氏に告げており、自身が赤氏の方に求愛して、 父の赤子の入道から断られるなど赤子の一族との関係で重要な役割を果たす存在である。この源義の清は本文中で、吉清と表記されているため同じく、光源氏の家来の一人である、藤原恒光と並んで数多の登場人物の中で、本名のわかる数少ない人物の一人である。この源義の清の場合、若紫巻において、 はり守のことのみ表記されて、赤石の方の存在を光源氏に告げる人物として初めて現れ、続いては、花園巻において、光源氏の従者、吉清として現れるが、この両者が同一人物であることは、すま巻になって初めて明らかにされる。もう一人の本名で表記される人物である、藤原これみつが最初からこれみつと表記され、 他の人物と混同される余地がないのと比べると、極めて変則的な形をとっているこれについては、江戸時代末期に、萩原博道の表した、源氏物語表尺の総論家、この物語に様々な法則のあることにおいて、特に取り上げられるなど、古くから様々な議論が存在している。源義清は直接には、以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。父親は、針間守であるとされているが、本文中には直接には現れない。赤島記で、源の昭納言と呼ばれているため、源氏の流れを組むことはわかるものの、それ以上の詳細は語られていない。光源氏と同じ姿勢源氏であるが、父親について唯一語られている簡易が、針間守であることを考えると、源氏の中でも、 王族からは、数世代経ったかなり離れてしまった、源氏であると考えられる。ハリマ守るの子として、歴代のハリマ守るから求婚されていた、赤子の方の存在を光源氏に告げる光源氏の、妻大退居に帯同する。当初自分が、赤子の方に結婚を申し込んだが、父の赤子入道に拒まれる。後に光源氏と赤子の方の橋渡しをする。 大見守る県左中辺に登る。藤原惚れ光と共に娘を五節の舞姫に立てつる。これ以後の動向は記されない。この点で本人の動向が一切記されないのは、同じ本名で記された人物である、藤原惚れ光も同様であるが、惚れ光の娘が、夕霧の側室となってこれ以降、大きな役割を果たすのとは、対照的である。ありがとうございます。